高身長イケメン映画の料金1万円初心どうす。今回はマルタさんからのコメントをいただきました。でます今回ですね、ユニクロ GU で昔から使ってるけど実は紹介していなかったもの。日々ね、ユニクロ GU でマストバイ、これ買い、これめっちゃええって紹介してるけど、実はね、紹介していないくせにずっと使っている商品がねあるんですよ。実は今回はね、その紹介していなかったものを計5点僕のねヘビーユースアイテム紹介していきますので、よかったら買い物の参考にしてください。では本編の。でこのチャンネルではですね、低身長164センチの僕が164センチ低身長でもかっこよく見える方法を発信していますので、よかったらですね、チャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。で今回紹介していくアイテム1点目が、夏のインナーにめっちゃ重宝してるんだぜ、ドライカラークルーネックティーでございます。ユニクロのね下着ですね、生地が綿66ポリエステル34の、触った感じね柔らかいガーのような質感をねしております。でかなりね薄くて軽いです。汗をかいてもねスッと吸ってくれて、パッとね乾かしてくれる、そんなねアイテムです。洗濯してもねすぐ乾くんで非常に便利ですね。夏の下着はねこれが一番いいです。 GU ねこういう下着系は耐久値が弱い、すぐ縮んじゃう、すぐなんか生地がダメになっちゃう。でユニクロのね T シャツ類はなんかアウターに着るやつあるやん、1枚で着るやつ、生地が分厚すぎてインナーとかに合わせるとなんかごわつくんよね。ってなっていくとやっぱねこういうね薄手の T シャツがインナーに欲しいってなっていっぱい試したんですよ。ユニクロ GU とかの T シャツを全部買って試した結果、これがね一番インナーにいいなと思ってこのドライカラークルネックティーを着ております。でサイズね L サイズで買って、僕あの家がね洗濯乾燥機、乾燥機付きなんで L サイズで買って乾燥で縮めていってピチピチになったら捨てて新しいの買ってっていうね、ずっと繰り返してます。インナーにね使える T シャツを探してる方はぜひねこちら検討してみてください。シウンとかコモリのこういうね薄手のシャツとかに合わせても生地のねバランスが取りやすいんで非常に重宝しております。次はねこちらです、ドライカラーリブタンクトップでございます。これもずっと着てるよ、夏って絶対いるものね。僕はねもうパンツの次にタンクトップ、いやパンツよりもタンクトップの方が先に買った方がいいんじゃないかとね思ってます。夏はパンツ蒸れるんで、はい、タンクトップ絶対いるでしょ。でその時に僕のおすすめタンクトップがプチプラで言うたら絶対にこれです、ユニクロのドライカラーリブタンクトップのダークグレー。これねダークグレーの色味が何にでも合うんです。ちなみにねスナップ、僕のシウンの夏のスナップもね全部インナーこれで合わせてます。それからねすごい使っているアイテムです。毎年ねもう5枚ぐらいか買ってる。で洗濯乾燥を繰り返して縮んできたら捨てるっていうのを繰り返してます。サイズはね L サイズでこれも買ってます。はい、はい、はい、お値段はね790円ですね。前までねなんか3つ買ったら1500円ともあったと思うねんけど、値上がりでねなくなったんですが、それでもコスパはねえぐいんで、はい、ユニクロ以外で言うとこちらねリドムのタンクトップが僕は一番おすすめで、プチプラで言うたらユニクロがおすすめでございます。で次ですね、一番視聴維持率が今ね今ピーク迎えるであろうこちらです、パンツですね。僕はね GU のドライボクサーパンツを使ってます。まあユニクロのねエアリズムボクサーパンツもういいねんけどさ、あれってさエアリズムボクサーは990円するんですけども、こちらの GU のパンツはね490円で買えるんですよ。半額で買います。で2枚買います。履いてる感じねほぼ一緒なんで、僕はもう GU でいいかなって思ってます。でこれはね3年ぐらいずっと同じものをボロくなったら買い足したいっていうのをね繰り返してるんで、もう20枚ぐらい多分買ってるんじゃないでしょうか。はい、それぐらいねお気に入りです。素材がねポリエステル91ポリウレタン9%もねツルツルの仕様なんで、あの洗濯してもねすぐ乾くんですよ。まあ、乾燥機がなくてもすぐ乾く。最悪ねあのうんこ漏らしてもその場で洗ってこう干しとけばすぐ乾くんで、あのうんことかね漏らし、こう、 うんことか言っていいんかな、漏らしても大丈夫です。全然僕はねお腹緩いんで、なんかその最悪漏らしてもいいっていう安心感がね僕にあの勇気を与えてくれますね。多少無茶してもいいっていうね気持ちにさせてくれます。やっぱね人間その多少無茶してもいいっていうね気持ちでいけないと成長できないと僕は思ってるんでね、ボクサーパンツ非常に重宝してます。で次これです、
です。はい、ソックス、50色ソックスです。これもね、まあ、紹介するほどでもなかったけど、実はね、ずっと使ってます。一時期ね、無印のソックスの方がこう締まりが強くてずってこないので、無印をね使っていましたが、なんかもうユニクロで買い物することが多いのか、てか無印に行くのがめんどくさくなってユニクロで買っちゃってます。で特に不満はないです。色味がね、このグレーの色味のシリーズがめっちゃかっこよくて、僕が持ってるのは06グレーですね。まあ霜降りのグレーです。でその次にね07グレーも一応おすすめではあるんですが、このね夏の季節はちょっとワントーン明るい06グレーの霜降り、こちらを買ってみてください。これがね4個で990円です。やばいよ、1個247円ぐらい、もうめちゃくちゃ安い。こういうねちょっと柄の入った霜降りはね結構おしゃれなんで、ぜひね一度検討してみてください。でもう1点ね、実は紹介していないアイテムありまして、これだけ結構最近ハマったんですよね。次にね紹介していくものがこちらです。ギアショーツでございます。これはね最近買ったんですよ。波風さんとかとアイビーさんと小林さんとテントサウナに行くってなってキャンプに行くんですよね。その時にあのテントサウナは水着が必要ってなって、どこで水着買ったらええねん、もうユニクロで適当に半ズボン買って水着にしてろってことで行ったらね、こちらギアショーツがね売られていたんですよね。このアイテムはなんかそのポップでもさ、ショーツじゃなくてこれはむしろツールみたいな道具って書いてあって、まあユニコもね激推しのアイテムだと思うんですけども、撥水加工がねうっすら入ってるパンツです。でベルトがねついていて、ここに D 缶がついていて、ここにねポケットがついてるんですよ、2個サイドに。ここに小銭を入れてプールとかでもね過ごせますし、しっかりね後ろもポケットがあって、前もねポケットがあって、ポケットがすごいいっぱいある。とにかくねいっぱい収納できる。そしてプラチはこんな感じで水着みたいになっているんで、ノーパンで履けます。で水着代わりもできます。でベルトもついています。なんでクソかっこいい水着なんですよね、パッと見で。ユニクロなんですよ。なんでこれは水着系ルームウェアで使ってます。洗濯してもすぐ乾くんで、これもねあのさっきのパンツと一緒で、あの漏らしても大丈夫。キャンプに行ってね川遊びとかしてももうすぐ乾くんで、多分帰り道にはもう乾いてます。それぐらいねすごいアイテムですね。これが2990円なんで、まあ、2990円でおしゃれな水着かつルームウェアにもなって、普段から使える水着を買えると思ったらね非常におすすめです。ファッションアイテムではなかったんで特に紹介はしていなかったんですけども、レジャー増えてくると思うんで、よかったらね見てみてください。おすすめ。3000円やと思ったらすごいな、うん、満足度はめっちゃ高いです。はい、ということで今回ねユニクロ GU で紹介していないけども実はね長年使っているアイテムを計5点紹介していきました。参考になったらねぜひ高評価をお願いします。で僕はムはね164センチの低身長目線で作っているシウンっていうブランドをね運営しているんで、よかったらこちらもねチェックお願いします。低身長イコールかっこいいというね新しい文化を日本に作るためにこのチャンネルも運営してますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。以上、アリベデ、さよなら、バイバイ。